さあ、元木さん。はい。もう、自分の、浴衣を着たところで、うん、これから二人で、銀ブラが叶うわけです。念願の銀ブラですね。念願の銀ブラです。はい。はい、で、今日は、いろいろと、ちょっと組んでくれたんですよね。うん、今日はこれから和菓子屋さんにご案内したいなと思います。ぜひ、じゃあここはもう、はい、元木さんのちょっとおすすめで、おすすめのポイントを何箇所か今日回りたいと思うので、はい、はい、お願いします。ぜひ行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあこちらです。13代目の樋口さんです。樋口と申します。よろしくお願いします。失礼になります。今日はよろしくこちらは、はい、和菓子屋さん、どんな和菓子屋さんですか？いわゆる上菓子とか上生菓子って言うんですけれども、こういう、ね、お客さんのお店です。一番わかりやすいのが茶道とかで使うような、なるほど、はい、そういったお菓子がメインで、で言っても一番看板はおめでとうっていうところのお菓子が、はい、350年くらい続いています。350年、はい、350年ってすごいですね。これだから350年前からその味っていうと、まあ、そうですね、まあ、材料とか多少変わってるんで、まあ、全く同じかっていうとちょっとわからないですけど、まあ一番古いレシピからずっと変わらずに、おめでとうっていうので、僕もお祝い事の時とかたまにちょっと使わせていただいて、おめでとうって、そうですね、はい、お席みたいに見えますので、おめでとうって名前はまだ最近来ても150年くらいですけど、最近ではないです。すごい。寿司菓子自体は350年、現在のところ。お店自体は何年くらいですか？一番古く残ってる書き物が現在3年、西暦でいうと1617年に、その当時の天皇陛下のところに納めてたっていう書き物が残ってるんで、江戸初期ですね。そうですね、すごい。だから多分本当のところはその前が少なくとも何年か何十年かはあって、なんか歴史を感じるんですけど、今すごくこう江戸の歴史に興味あって、あ、はい、今度そのちょっとまあ多くっていうドラマに行っていただいて、今ちょっとまだ江戸とか銀座ってすごくやっぱこう詰まってるじゃないですか、はい、歴史がすごく楽しいなと思って、ちょっとブラブラしてます。ちょうどでも時代的にね、そう、本当に被るので、そうですね、ぜひこちらご案内させていただきたいなと思って、はい、ぜひ食べてみたいです、ね、うん、あ、ぜひ、はい、よろしくお願いします。もうゆっくりお願いします。え、じゃあ13代の、はい、その人たち資料とかも全部もちろん、いや、何度かブラジル焼けていて、だからそういう資料とかもだいぶ焼けてギリギリ残ってるものでは、そうなんですか、資料見てみたい。あ、すごい、すごい面白いのがあるんです。ありがとうございます。開けちゃった方がいいと思います。すごい、こうやっておめでとうって出るんですね。そうそうそう。これも、いや、あれ、おじいさんも店で食べたことないから見たことないです、ね、店で食べたことない。そう、いつもお持ち帰りで早めに開けた方がいい。じゃあ、こちら、はい、おめでとうセットですね。はい、器に入れていただいて。はい、すごい。すごい、熱々。すごい。いただきます。うん、食感からいいですね。美味しいでしょ。ちょっともちもちした感じ、あ、優しいが、また美味しいですね。全然美味しいです。このおめでとうっていうのは、はい、
まあ、小豆あれですけど、どういうものなんですか。もともと手前でも一番古い種類残ってるのには高麗餅って書いてある、うん、あんことお米の粉を何種類か混ぜてで蒸したらしいんですね、うん、で多分名前の通りで、朝鮮半島の方から佐賀や何かに焼き物とかつかなくなって同じルート で今も九州の南の方にこれ餅とかこれ菓子っていう名前でもうちょっと素朴な民族菓子を見る菓子みたいなのが残ってて、だんだん東に来て元禄時代に手前の先祖と出会った。なんかでも結構案外結構しっかりしてますね。しっかりしてます、はい、すごいボリュームもあるし、うん、はい、小さいけど食べたら結構食べ応えがある、はい、うん、食感もあるし美味しい。優しいね、うん、優しい味がする、うん、そしてこちらはじゃあ水羊羹ですね。水羊羹、はい、水羊羹食べるとそこのあんこがどういうか確かに分かる、はい、お好み探すのにも、うん、どうぞいただきますこれもまた今ちょっと暑くなってきて、暑いから本当に今の季節にぴったりですね。夏にはねぴったりですよね。じゃあもういただきます。美味しいわ。2膳目のお菓子が、はい、こちら丸いのが石衣とか小炉って言いますけれど、うん、皮止めというお菓子ですね。中あんこが、うん、で、砂糖衣がかったお菓子からこちらが寒氷の氷室ですね、うん、まあ、6月に生菓子は今水月とかあるんですけど、うん、それの氷のかけらを模したお菓子ですね。からこれは和三盆糖の紅白のビュートひねったと、これは松崎せんべいさんのおかきです。あ、松崎せんべいさんのおかき、はい、コラボですね。コラボです。ちょっとしょっぱいものとはね、とほうじ茶も、魚菓子めいちゃさんの、はい、いいほうじ茶です。おかわり何杯でもできます。美味しそう、はい、いただきます。いただきます。このままいい。あ、ある手で。お、結構美味しそう。うん、疲れが吹っ飛ぶ甘さだね最後、松崎せんべいさんの。え、これ松崎せんべいさんって有名。松崎せんべいさんも8代だ、はい、今続いている。あ、8代、はい、うん、美味しい、うん、松崎さんとかも代々うちの祖父同士とかそういう感じと仲良いんで。あ、そうですか、はい、長い。やっぱこう、共に、はい、歴史と共にこうやってきたって感じなんですか。そうです、うん、銀座を作ったっていうとまあ、うん、多いようですけど、そういう仲間そうですっていう感じは、いろいろいろんな時代を見てきて、はい、そうですよね。苦しい時も、いい時も。甘いもの食べた後に、このちょっとしょっぱさがいい。いいよね。うん、すごい。しかもこの松崎さんのこの薄焼きのやつがすごい美味しい。美味しいですね。美味しいです。いろんなの使ってるね。ね。なんか、生き返ったっていうか。美味しかった、いろいろ美味しかったです。昔の銀座でレンガ街だったっていうことです。明治の5年に銀座って大きな火事になって全部なくなってしまったけど、やっぱりそこに新橋の駅を作るっていうので日本で初めての、まあ、駅前商店街を作るっていうのが銀座だったんです。好きな建設会社の方にこれちょっと 大切なものなんでっていうことで、普通だったらもうすぐ壊されて捨てられちゃうじゃないですか、うんうんうん、でこれの大きなのが
蔵前にある江戸東京博物館、はいはいはい、そこにあの展示されてるんですよ。あ、そうなんですか。でその一部を使ってあのレンガの火を作ってくれて、実際ここの写真で撮ってる壁の一部がこれなんですか。で結局これをあの壊すっていうか外すときにこうあのバラバラになったのが出るじゃないですか、はい、でそれをうちの父がいっぱいもらってきて置いてあって、でここの1階をリフォームするときに、うん、うちの妻があのちょっとここにこういう感じではめてみたらどうっていうことで、でちょっとここにすごい あのはめてみて明治の時だ、そうですね、すごい、なるほど、すいません、ありがとうございます。とんでもなくじゃなくて、おとぎさんにとっても発見が嬉しいです。すいません、なるほど、とんでもないです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。僕がですね、まあ、今今日こうやって銀座いろいろと歩いてきましたけど、銀座で一番大好きなお店があるんです。おとじさんで一番好きな店？一番大好きな、僕まだ行ってないところですか？行ってないところ、まだ紹介してないんですよ。めっちゃ気になる、そこを今日ちょっと紹介していきたいと思います。いやー、どこだろう。実はですね、村雨さん、あ、ここ？こちらです。これ？これなんですよ。いや、でも確かあの、なんだ、奥に確かに看板があるんですけど、そう、じゃあちょっとご案内します、どうぞ。おお。すごいショー、やばやばいっすね。一回今スイッチした気分なんかどこにいるのっていう感じで、そうそうそう、このなんか上とかもすごいじゃん。すごいね、これこの配線の感じ。この奥に何があるの。すごいでしょ。すごい。ここが僕が一番大好きなアルプさんなので、一度ちょっと中に入ってみましょうか。行ってみましょう、はい、こんばんは。失礼します。こんばんは。おー、すごい、すごくないですか。雰囲気すごいですね。ここはすごいんですよ。え、なんか本当にいきなりアルプスの中にあるちょっとこう山小屋みたいな感じにスリップした感じが、そうなんですよ。ちょっとこの路地からこの中の雰囲気、はい、まあ、いいのギャップがすごい。ここ銀座ですよね。ここ銀座なんですよそうなんです。僕がここが一番大好きなお店のアルプさんです。なるほど、はい、あ、いや、ちょっとここはもう居酒屋さんですか。はい、バーですね。バーというか居酒屋さん。居酒屋、そうですね、すごいですね。あのね、はい、話してもいい。あ、もちろん、もちろん。主人がね、はい、何でしたっけ、ロンドンのパブは日本語にすると居酒屋じゃないかと、はいはいはい、それだから居酒屋っていう風にするって、ちゃんとそこは日本語を守っていくっていう感じなんですね。なるほど。何を召し上がりますか。何がいいかな。あのでもウイスキーの種類が多いんですね。たくさんですね。僕はあの僕はすごくラフロイグが好きなんですよ。ラフロイグ、はい、ラフロイグします。はい、ぜひ。僕何にしようかな。僕ハイボールにします。ハイボール、はい、好き。これのハイボールも美味しいことです。じゃあそれのハイボール、ジントニックでもいいですか。ジントニック、はい、すいませんえ、ちょっと改めまして、あの僕村雨と申します。村雨さん、はい、初めまして。お願いします。いらっしゃいませ。すごく素敵なお店ですね。ありがとうございます。僕が大好きなお店なので。いやこちらに来る、まあ、常連さんというかどのお客さんがいらっしゃるんですか。そうですね、一番多いのはあのやっぱり銀座丸の内とか八重洲とかあの辺で働いている方が多いですね。まあ、もちろん銀座でも働いてます。そういう方が多いですね。なんかでもここにあると知らないとなかなかわからないですね、はいはい、あのだからね、フリーの方はほとんど見えないです。ちょうどなあの皆さんがお連れくださるようにそういうような感じでお友達を連れてくる。でも全然そういうのはもうあの歓迎っていうか、はい、誰でも入っていいような感じで、はいはい、そうですね。一番最初に入るとき緊張しました、ね、さすがにモテてたんですよ。いやいや緊張してもうこの店の雰囲気にもう惹かれてしまった。確かに。そう、そこから通うようになったんですよ。なるほど。じゃあなんかどうぞ召し上がってください。じゃあ今日はいろいろと銀座に乾杯。銀座に乾杯
今ちょうどこうやって銀座を歩いてたら、はい、ノーブルパールさんが、はい、あの僕たちその銀座のレンガの話した、はい、ちょうど店の中に昔のレンガの触れるよみたいな感じで、あの店内になんかあるんですよ。そう、コンパル通りっていう名前にしたのは、うん、ノーブルパールさんのご主人が会長さんの時にしたらしいですよ。今ちょうどその話をおっしゃってたんですよね。そうです、なんかなんでスズラン通りにするんだっていう、そう、なんか怒って、ね、こっちのあっちの左、そうそう、7丁目までがスズラン通りなんですね。ここはここの歴史がちゃんとあって、それを残していこうということですね。うん、なんかすごいいいことですよね。コンパル通りっていうのはね、昔のそれもお話聞いたかしら。でも屋敷のね、コンパル屋敷、おのおのね、コンパル屋敷の家元がこの辺、うん、この辺にお屋敷を構えさせてもらったらしいのね。あので僕ちょっとさっきからちらちら言ってるんですけど、うん、ここ2階もあるんですか？はい。はい。2階もある。2階はテーブル席になってます。あ、テーブル席ですか。はい、はい、気になる。気になる。行ってみます？いいんですか？ゆっくり、はい、どうぞ。あ、今空いてますから大丈夫ですよ。せっかくだから、はい、行ってみたいな。行ってみます、はい、ものすごい素敵です。一旦、この、うん、僕大好きな、またさらにまた大好きな2階の方にご案内しましょう。いや、もう1回見たら2回どんな世界が広がるか、すごい、また全然違う雰囲気で、このトータルが本当アルプさんなので。なるほど、すごい、ありがとう。行ってみます。はい、はい、どうぞ。後でお持ちしますから。あ、すいません。こういったタイルすごい素敵でしょ、ね、全部もう雰囲気が、すごい雰囲気なんです。この絵すごいな。すごいよね、これ素敵。おー、すごくないですか、ここ。すごい、何これ、すごいでしょ。ちょっとあの路地からこれは絶対想像できないぐらい。想像できない。え、ここ、え、ま、本当にスリップしちゃった。いやいや、これ本当に銀座のど真ん中ですよ。いや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 、これはもうすごいでしょ。ドイツでしょ、これ。ここは本当すごいんですよ。ああ。で、実際僕下でもたまに飲むんですけども、はい、よくですね、ここに座りながら飲んでます。え、これはもう元次さんの席。まあ僕の席って言っていいか分かんないですけど、よく座ります。よく座るんですね、ここで。まあ僕の席。わー、はい、なんか落ち着いちゃうじゃん、これ。すごいでしょ。すごいね、雰囲気が。なんかでも思うんですけど、なんかその、うん、なんだろう、あの僕も家とか僕のバー暮らしもそうですけど、うん、やっぱりこうメインのテーマは和であっても、うん、こう和じゃないものもいっぱいあって、うんうん、でその中にこうでも共通するものって味あるものっていうか、なんかこのなんか雰囲気とか、そこでなんかこう和むものがあって、うんうんうん、でなんか今日僕たちも風にこう全然このテーマには合ってないけど、でもすごくなんかもうどっちも味があっていいなと思ってて、ここに馴染んでる感じがある。そうだね、なんか落ち着いてる感じが。そうだね、なんかやっぱ味があるものって、まあ、何個もあるとやっぱりお互いが引き合ってうまく調和してくるんですよね。そうそうそう、だからまあそういう意味では本当にこの空間と、まあ、着物って全然正反対のものだけども、うん、なんかうまく、すごい、だってめちゃくちゃ似合ってますよ。ありがとうございます。すごい合ってる。なんか、うん、そう、いやでもここの空間ってすごくこう懐かしく感じるのは、あの僕祖父と祖母の家にこう、うん、あのまあ、平屋で地下があって、うん、地下行くともまさにこんな感じ。あ、地下がこんな雰囲気だ。そう、でもうこういうソファがあって、で、あの床もこういうなんかラグみたいなもの、こういう、そう、全部で、この暗さも全部一緒だから、今本当にもうなんか祖父祖母の家に帰った、おじいちゃんばあちゃんの家に帰ったみたいな感じ。銀座だけど。そう。で、近いくとこういうなんかあの、まあ、ちょっと祖父こだわってて、こういうバーもあって。あ、そうなんだ。だからもう本当にこんな感じ。そう、すごく似てる。あ、似てる。似てる。すごい。で、念願の銀ブラだったけども、そうそうそう、まさかこんなにディープに。そう。本当になんか銀座の真のなんか本、なんかすごいところまで見た感じが。そう。うん。やっぱこう感じたのはこう、僕ちょっとやっぱこうなんとなく、まあ、着物とか浴衣着るのちょっとやっぱ、まあ 外国出身だからちょっと抵抗があって、うん、でもそんな今日なんか通して思ったんですけど、なんかそんなこと全然なくて、普通にもう浴衣着て、まあ、こういうバーとかでもいいし映画館でもいいし、
もうどこでもいいからちょっと、まあ、浴衣を着て出かけてみるのもいいなって。いや絶対着てくださいよ、うん、やっぱり村雨さんみたいな人がこうやって浴衣を着て、うん、ものすごくしかもかっこいいじゃないですか、まあ、そうやってしていただくと本当にどん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 着物を着たいなと思う人が増えると思うんですよね、うん、そうでも本当に着物特に浴衣って別にそのハードルが高いようで、うん、そんなに高くはないわけじゃないですか。そうだからまあ本当にまず一歩っていうところで、うんまあ、どこにでも行けるのでぜひなんかたくさんの方にこうやって来てもらいたいなと思いますけど ね、 そうね。だからその難しく考えずにね、うん、僕たちも最初会った時に、うん、すごくまああのね意気投合してて、うん、僕はその2番の世界で、で着物の世界でって、うん、なんかでもこうなんかもったいないな減ってるものあるなってお互い感じてて、でもそこで共通するものもいっぱいあって価値観もあって、なんかこうあんまりね難しく考えずになんかフランクに日常的に取り入れてみるのもいいねと思って、うん、そうだね。それはなんかまあ僕このチャンネルを通してもそうだし、なんかこう自分の生活で少しずつできてる気がします、うんうんうん、なんかねまだ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 だけど、なんかこういうなんかちょっとあんまり考えすぎないで難しく考えずにこうやってみるのもいいなと思って、うん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 、でもなんかそういった人がすごい増えてる気がして、うんうん、なんかやっぱりこの10年間、まあ、本当にまあコロナでいろいろ価値観も変わったし、まあ、すごいこのスマホの世界で、うん、世界がより小さくなってきた中で、うんまあ、なんか和の一つのハードルっていうのが逆になんか携帯の世界で見てる人たちってどちらかというとそのハードルがどんどん下がっていって、うん、いいものはいい、そうこれは自分たちのものじゃないなっていう、なんかその前の関心度っていうのがすごく高いし、うん、そのハードルが一気になんかちょっと下がった感じがするんですよ ね。でもなんかそこに飛び込んでみるとものすごくこういう世界が広がるんだって、すごくなんかそこで面白さを感じて、うん、どっぷり着物だったりそれこそ庭だったりとか、やっぱそうやって入って日本の良さっていうのを見直してくれてる人たちがすごい増えてる気がしてて、それはなんか日本国内もそうだし、今ね、たくさんの外国の方もまた来てるようになるじゃん。で、そこから多分いろんな気づきもあるだろうし、うん、そこでこうまた面白い感じにフュージョンし合って、うん、まあ日本の本来のいいものがもっと発展してよりいいものになってくれたらいいなと思うし、そうだね、確かにそのいいものはやっぱ残っててほしいなと思う、うん、でもどうなってもやっぱりこの、うん、それいろんな形になってもその今までの形とこれからその形が変わっていくっていうその柔軟性、柔軟な考えは常に持ち合わせたいなと思ってて、 そうね、でそこを止めちゃうともう、まあ、多分発展もしないし進化もしないだろうから、なんかいつまでもそうやって、まあね、柔軟に考えていきたいなと思って、ね、うん、なんか例えばじゃあバー行くの、じゃあ浴衣はダメでしょっていう、それじゃなくて全然ありやし、うん、ね、なんかそうやって自由な考えで、うん、なんかこうね、発展とかなんか進化につないでいきたいなと。そうだね、柔軟性っていうのはでもやっぱり次の世代に行くにあたっては絶対重要な言葉だから、すごく僕もいろんな産地だったりいろんなとこ行く中で、うん、やっぱり柔軟にしていかないとなかなか次に残っていかないなっていうのはすごく感じてて、そうそうそう、もう自分の中のテーマは常に柔軟であるっていうことなんで、ね、僕もそうで、特にそれなんか投資取れば取るほどなんか思うんですよね、うんうんうん、そんな肩とかにとらわれずに、うん、あこんなこともあんなこともありかもしれないって、うんうんうん、なんかちょっとやってみるのもいいなと。そうだね、まあ、よく、ね、言う話だけれども伝統って革新の連続だって言うけど、うん、そうそうそう、本当に柔軟だと思うんだよね、柔軟性、うん、革新の連続ね、革新の連続最後にこんな形でね締めながらでもあれだけど、でも、ね、そうそう、でも最初に会った時もこんな話でずっとね、してたよね、5、6年前出会った時からこの話してるから、うん、してた ね、なんかこの話も10年後20年後続けていきたいんですよ ね、 ね、ちょっと前型にはまりすぎじゃないかとかね、そうそうそう、お互い言い合ったりしてね、常になんかチャレンジしてるなんか村雨さんの姿っていうのはなんか見てて刺激感じますよ、本当、うん、いろんなことチャレンジしてるし本当に、僕はこのご縁に感謝してるのはそのお互いお互いのフィールドで、まあ、やってるけどお互いがお互いにいい感じの刺激を与え合って、うんうんうん、なんかねこの関係をちょっとね維持していきたいなって。ぜひしていきましょう。ぜひじゃあ乾杯しましょう。最後。
実はね、今日お土産を一つ持ってきてて。おお、なんすかこれ。これ銀座カルタって言って。おお、カルタ。昔、うん、うん。これ実はトランプなんですよ。あ、銀座のトランプ。おお。銀座にまつわるトランプっていうので、僕今日も一緒に銀座の歴史勉強してたけど、うんうん、ものすごい僕銀座が好きで、いろんなものを知っていくうちに銀座についてのものづくりをどんどんしてるんですよ。その銀座にまつわる着物の柄を作ったり、まあ、帯を作ったりっていうの中で。ある岩屋松平っていう明治のタバコ屋がいて、うん、その人は実は銀座の松屋のところで大々的にお店をしてて、その人ってうちの父と同じで薩摩から出てきて、うん、で、まあ、最初呉服業から入ってそこからタバコに移ってるんだけど、その人の人生がすごく面白くて、うん、その人をまあなんだろうからインスピレーションを得て、この人が令和によみがえったら何を作るだろうっていうので、おうおうおう、実はトランプを作ったんです。あ、じゃあその人モチーフにトランプを。そう、これどうぞ。あ、開けていいですか。うん、うわあ嬉しい。結構あのトランプ好きで、あ、本当ので、うん、これね、その今井松平さんっていう明治のタバコの人は、お店がそれこそ今の銀座の松屋のところで、驚くなかれタバコ税金たったの300万円って看板を掲げて、一ついろんなお店を使う、そうやってお店をしてた方で、天狗タバコっていうのを大々的にやっていて、その天狗タバコっていうことで、実はこのジョーカーをタバコにしてるんです。あ、なるほど。あ、でも天狗になってる。そう、これが天狗になってるでしょ、うん、で、それで実は銀座ならではっていうことで柳。あ、柳、はい、あ、で、ここに驚くなかれこれがトランプとか、あ、銀座名物柳天狗とか、そういったちょっと彼が言ったであろう言葉を少しもじってここに入れてる。入れたんですね。そう、ちょっと見てみよう。カードを。わ、渋いなこのトランプ。すごいでしょ。しかも日本語でスペードとか書いてあったりとか。そう、すごいね。なんか10とか、まあね、漢数字で10とか10とか、そう、全部日本語と英語が混ざり合ってる、うん、面白い。そう、めちゃくちゃ面白い。すごい、あ、これすごいいいね。そう、ありがとうございます。いやいやいや、ぜひ使ってください。いや、これ使います。うん、なんかせっかく銀座でいろいろあれしてたんで、ぜひちょっとこれをあのお土産にしたいなと思ったんで。ありがとうございます。ぜひ大事に使わせていただきます。はい、いただきました。